半中です。そして姫が来ました、近くに姫が来ました。姫が来ました。ラブリーさんいる？違う？いた？食べちゃう。なにこれ、新しいマフラー？毛玉？毛玉じゃない、ごめんなさい、毛糸だ。ハート、ありがとうございます。食べちゃう。今日の時間がない公演の髪型は猫耳でしたね。え、先ほどはカホリンルームで、待って、なんで知ってんのえ、バレてた、バレてた。星っていうかキラキラはいつも100個、いつの間にか集まってるので投げてるんですけど、コメントしてない。え、映ってた？ハートマフラーブンブン、ありがとうございます。かわいいハートケイト、ありがとうございます。私には分かった。待って、すごい、嘘、なんで、なんで分かってるの、恥ずかしいねえ乙女、恥ずかしいね。最先カメさん、かわいすぎた。やったねやったね。これからも見ててね、ケイトハート、ありがとうございます。今日はコメントしなくてもわかるよ、だって。え、なんでわかるの、アップデートされてショールームわかるようになっちゃったの、恥ずかしいんだけどえ、コメントすればよかった、バレてるなら。今日ね、またね、里川さんに会えるチャンスがあったんですよ。いませんでした、もう他のチーム員の方には会ったのに、なぜいないなぜ、ちょっともう分かりません。今日は靴とかじゃなく、もういませんでしたうん、本当にそう。今は里川さんは伝説のポケモンと同じレベルですね。ケイト、ありがとうございます。ブルブルブル、確かに季節変わっちゃう、やだよねえ乙女。ラブリンさんが今ストーリーメンションしてくれた、絶対あれだ。そう、今日は公演の髪型と公演の日ぐらいに分かる何かがあるってメールでは言ってたんですよ。そのことだけはちょっと言えなかったんですけど、ラブリンさんが多分そのお話をしてくれたと思うので、正解を言うと、見てー、ピクミンのキーホルダー、お揃い白ピクミンは、赤は赤白ラブリンさん、お揃いプレゼント可愛いでしょねえ、ほんと目気になるね。白ピクミンは毒があります。もうさ、これなんだっけな、私今日もユニットは本家というかわからないけど、瞳の中にアップルで、アンダーで転生しても好きだ、好きでしたを出演させていただいてるんですけど、ラブリンさんポジで私やってるじゃないですか。歌割りに2番、小さな手で、小さな手で、あれ
白い花をくれる君を見ていたっていうじゃないですか。そしたらさ、公演前に小さなってて白い花をくれるってね、私にやってきてもうそれが忘れられなくてさ、今日本当本番笑いました。本当にごめんなさい、それを思い出して。もうやることがラブリンさんっぽくて可愛くて本当に最高に面白い。本当に白いお花やん、白いピクミンで。本当に可愛かったの。初めてそれを私に披露してくれたのをちょっと動画に収めておけばよかったなって後悔してる。白い花をくれる君を見ていた。本番思い出し笑いしたらやばいねって話をしてたのに、私しか思い出し笑いしてなくて、ラブリーさんは忘れてました、自分で言ってたのに。一人でただ爆笑してる変な人でした今日、ごめんなさい。ニヤニヤしちゃいました。ダメだよ、もうこんな面白いでしょ。ケイト、ありがとうございます。可愛いでしょ。本当はね、里川さんもピクミン好きだから、好きな色のピクミンをね買ってプレゼントしようとしたんですけど、ちょっと何色のピクミンが好きなのか知らなくて、ですぐお返事いただけると勝手にね思わなかったから、そう買えなかった。何色が好きなんだろうピクミン、知らないんだよな。なんだろう、想像もつかない。全部好きそう。今度会った時聞いてみよう。ハート、ありがとうございます。ピクミン自体がもしかしたら好きだから、何色のコートは多分選べないタイプなのかもしれないしね。ケイト、ハート、ありがとうございます。公演のお話はまた出てきたらお話しします。もう今はみんなコメントで書いてくれてると思うんですけど、チェリーセブンティーン K2 のカップリング曲の音源、そして MV がさっき公開されました。見ましたか？私はまだ1回しか見れてないんですよ、正直言うとね。帰ってきてご飯食べてメールとか SNS のことをやってたら1回しかまだ見れてないんです。今見てる？天才。ありがとう。そう、今回は本当に私もだし、結構いろんなメンバーがたくさんおのおの映ってることが多くて嬉しかったです。ありがとうございます。私はドーナツじゃない。私はバームクーヘンだ。バームクーヘンの穴を、穴からみんなを覗いてましたね。なんか丸いもの、食べ物といったらもうドーナツしか思い浮かばなくて今。違うね、バームクーヘンでした。あの撮影終わった後バームクーヘン食べれるのかなと思ったら、あの食べれませんでした。すっごい食べる気満々だったんだけど食べれなかったです。なーにー。多分他のメンバーも食べれてない気がする。あやむろさんとかラブリーさんだっけ、丸いそういう和菓子、お菓子を
持ってた人。そう、撮影用でしたね。かじる仕草もなかったです、私。食べたかったな。だるま、ありがとうございます。今回の MV はさ、多分みんな曲調雰囲気もそうだけど、立ち位置とか振り全て込みでどう思ったのかちょっとわからない、教えてほしいぐらい。ね、これ編み物、ありがとうございます。初めて見た、今日からかな。今回のダンスは可愛いですね。ハートがいっぱいあるんですよ。そう、ちょっと忘れちゃった、結構前に撮ったから。結構今回のカップリングの立ち位置は特集みたいな感じで、真ん中に選抜の方、フロントにいる方たちが集まって、ジャッキー社で言うね、で2列目にいる人、私とかがラブリーさんとほぼ同じような列、1列目にいるって感じのポジション構成で、新しかったですね。普段だったら絶対にしないような構成でした。毛玉だっけ、なんだっけ、毛糸、ありがとうございます、ごめんなさい。猫の毛玉と歌と思っちゃう、本当にごめんね。毛糸だるま、ありがとうございます。そうね、確かにソロのところがすごく多くて嬉しかったね。ありがとうございます。みんなを喜ばせることはできたのかな。でもね、あのポジションにさせていただけてるのもファンの方の応援のおかげで、私はあの場に入れてるので本当にありがとうございます。ケイト、ありがとうございます。確かに間接的にラブリンさんと隣にいるような感じだよね。嬉しい、ね、みんな本当に応援ありがとうございます。あの立ち位置は時間がない公演のアルバムのジャケ写と同じ立ち位置かな。私は100年経ったらキスミーとは違う気がする。うん、時間がない公演だと思う。ん、違うかな、あれ、わかんない、どっちだ。100年だったらキスミではないのは確実。時間がないは7か6か7だった。あ、じゃあ1個前ってことか。あれ、ジャケシャが分かんなくなっちゃった。6なのか、あれ、
愛になっちゃった。かわいい、ごめんね。にゃー、おとめちゃん。かわいい。喋ってくれんの？ありがとう。え？もう来たの？私が呼びました。ごめんね。今日のラブリーさんの耳は乙女と似てたんだよ。そうね。よかったね、お揃い。いいね、乙女。よかったね。メンバーでこんなに好きとか可愛いって言ってくれるのはラブリーさんで一番言ってくれてるの。よかったね、乙女。よかったね。サイリウムハート、ありがとうございます。あ、そう、今日猫耳の髪型だったので、実感がない公演終わった後のはける時、上手のカメラでラブリーさんと最近はずっとアピールしてからはけてるじゃないですか。今回猫耳してたので、猫ミームのハッピーハッピー猫っていうのかな、あれやりました。猫耳こんな感じでいいかって思って言ったら、ハッピーハッピーやろうって言ってくれて、ラブリンさんが。あれやってた。気づいた方いたかな、誘ってくれた。かわいいね。すごい、気づいてる方いる、嬉しい、よかった。まだ見てないよって方、分からなかった方はアーカイブ12時から見れるので見てください。ハート、かわいい、乙女、乙女ちゃん、ハート、ありがとうございます。なんかね、ラブリーさんにはね、プレゼントのお返しとか交換っていう気持ちで私は個人的にやってなくて、なんかいろいろね、いろんな場所に行ってお出かけして、かわいいものとか好きなキャラクター、お互いのものがあったら買って渡したくなっちゃうんですよね、ラブリンさんになら。なんて言うんだろう、お返しを求めて買って渡してるわけでもないし、まあ、みんなにもそうなんだけど、特にラブリンさんにはそうね、渡したくなっちゃう。そうなの、ハート、ありがとうございます。この白ピクミン、あと2体いたら私だね、白サイリウム、かわいい。白に花をくれるだね、乙女、友達だよ。あー、確かに共有したいが一番合ってるかもね。確かに。もうしょうない、確かに。ハート、ありがとうございます。
けど相方って感情が大きい。え、そうなんよ。そうなの。私はそう思ってる。だからラブリーさんの嬉しいことは嬉しいし、悲しいことは悲しくなっちゃう。最近も嬉しいことがあって喜んでくれたラブリーさん、ハート、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ね、ピクミンも、まあ、何でも私は白のサイリウムなので白い子に目いっちゃう、惹かれるんだよねやっぱり。ねえ乙女ちゃん、サイリウムありがとうございます。犬猫も私第一に見る色も絶対白い子なの。白い子か黒い子。初めて出会ったハッピーもちっちゃい頃は本当に真っ白で、まあ、徐々に大人になっていくにつれて茶色みが出てきたんですけど。かわいいね、シルクも白。でもシルクはうちに来た時にはもう大きかったから、ちっちゃい頃がちょっとわかんないんですけど、乙女は特別。そう、運命的に生まれてきてくれた子柄。そうです、うちで生まれた子かわいい。ねえ乙女、ヒントありがとうございます。そう、乙女はうち生まれですね。こんにちは、私は JKT48 ファンです。 SK48 について知りたいです。どうするみんな。頑張って日本語でやってくださったのかな、このコメント。英語で言えない、うん、ごめんね。なんて言う、 SK48 を知りたい。だってジャカルタの方ですよね。タイ、それこそ去年選抜の方、そしてラブリンさんが行ってた方たちが興味を持ってくださってるっていうわけですよね。しかも今はひなのがタイに行って新しいグループで活動を頑張ってるじゃないですか。ひなのがさ頑張って英語喋ってるの見てさ感動したんだけど。うまい、なんか喋り方が日本語、私が言うさ片言な英語じゃなかった、ネイティブかのような、なんかすごかった。ちょっと私英語喋れません。ジャパニーズオンリー。ケイト、ありがとうございます。あ、そう、イントネーションっていうのか、すごい。英語喋るときさ、日本人ってさ悩むときってよく間にさあーんーって言うよね。かわいい。私はそれすらも言えないぐらいです。そこまで言ってないまず。単語を組み合わせる、まあ、それすらも危ういけど。英語は教えてほしいですね、韓国語も。あと乙女耳冷たい、かわいい。どうしたの、乙女ちゃん。あ、みんな見て、
じゃん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 。この生誕 T シャツは誰のだ誰のだ。猫ちゃんついてこいにゃって書いてあります。そうです、これはラブリンさんの今年の生誕 T シャツです。イエーイ、もらいました。今年も今日やったねー、びっくりした、やった。全然さ在庫ないのにさ自分にもらえるもの数がくれました、嬉しい。そうもらえないと思ってたの私、嬉しいなあ。嘘、みんなまだ届いてないの？え、ごめんね、直接もらっちゃったでももともとこのデザインどうしようかなみたいな段階で可愛くて、え、絶対欲しい、着たいですとは言ってたんですけど、覚えててくださったのかくれました、やったん。私の着てくれるのかな今年の。でも可愛いから着てほしいけど、そう前より数がな少ないからな迷うずるい、ごめんねごめんね。でもこれにはあのメッセージカードがないので、そこはファンの方の方が一歩上ですよ、はいかわいい、いつ着よう、同じリハの時とかに着よう、夏あるといいな、まあ、あるか公演のリハでも嬉しい。そう前はね、よかったね。そうなんです、これ私 L サイズ、あ L サイズL サイズでした大事だよ、可愛いよねキャッチフレーズ、いいな考えられて。私難しい、うん難しいな。こんばんは、こんばんは、ケイト、ありがとうございますね、うまいよね、まあ、私のキャッチフレーズもうまいとは思うんですけど、ザ・アイドル、女の子っていうイメージではないよね。ハート、ありがとうございます。今年の私の生誕 T シャツは、まあ、来月に多分出るのでお楽しみに、あとちょっとだと思うので、はい。でこの間までは4月生まれの方の生誕グッズが発表されて、申し込みも多分終わりだったのであとちょっとですいや今年はいいよ、まあ、今年もだね。え、何キョンピがスンスンでさらに愛を届けてます、なんか何それキョンピもスンスン好きになった、知ってる、スンスンで愛を伝えてる、どうやってやってるの、配信で何それ気になりすぎる、ちょっと聞いと、ありがとうございます。でも今日公演中にさ、私スンスンのあの XSNS は通知取ったのですけど、流れてきて通知、可愛かった、ん1回しかまだ流してないから分かんないけど、チリペッパーなんか言ってたよね、可愛かった、ちゃんとラブリンさんと聞きました中盤曲で
そうそう。トメ。トメちゃん、なんかついてるよ、あなたも。何やってるの。え。乙女ちゃんは。シルクはすごいね、枕と同化しすぎてわからないわ。かわいいシルク見たシルクちゃん、シルク、かわいいシルクちゃんフフ喜んでます。で嫉妬してます。ここにいる子は、姫は。シェイクちゃん、シェイクシェイク、あー聞いてくれた。あ、シェイクちゃん、シェイクちゃん聞いてくれたの。もさもさだねありがとう。シェイクちゃん、シェイクちゃんなんか暗い今日。シェイクちゃん、シェイクちゃん、あー危ないよ、危ないよ。ちゃんと見て、シェイクちゃん私しか見てないよね今の。周りを見れてない。シェイクちゃん、うん、かわいい子危ない、落ちそうになった。とめがんみシェフちゃんありがとう、かわいい。あとでチュールあげるね。白シュウくん、シュウくちゃん、白すぎ飛びすぎ色。飛ぶすごいね、白。トメは飛ばないね色ね。あ、私が黒い服だからか。あ、みんなそう、今日もね言うタイミング逃してた。猫耳で帰ってきてるの後ろに倒して帰ってきたの。また帽子とか持ってこなかったから。待って、でもどっち側か分からない。んー、どこだ、これかな、これ、あ、これだ。あー、ちょっともうなんか丸あ、あ、いけるいける、鏡え、これか、あ、これだ。ちょっと前に前に、あ、いけた。この間よりかは耳のこのとんがり部分がしっかりしてると思います。乙女と一緒だよほら、クマ感はない、前回より。前回はまあね、鉄なだったからな、この猫耳やったのが。あ、いけたいけた。あ、いいですね、
かわいい、ありがとうございますよし、乙女出てくれる？チヨク？もしかしてチヨク？逃げたな。よし、乙女だ。乙女、こっちこっちこっち。よし、はい。ワン。はい。シュークが見え。シュークちゃん、乙女ちゃん。ちょっと私が変に映っちゃうな。撮れましたか？あれ？ちょっと待って、お腹見せてる待ってたの全然気づかないよ、ちーくん。急に、急なの？かわいい可愛さをみんなに知ってほしい、本当にね、しゅうくん。しゅうくちゃん、しゅうくん、ダメだ、喋らずにずっと落としちゃう、ごめんなさい。乙女かわいいですね、今日もうちの子はごめんね、親若ばっかりで本当にとんでもなくかわいいの、うちの子何しても可愛いんだ。ハート、ありがとうございます。待って、また配信見てる？キョウちゃん。キョウちゃん？猫描いた、そう、みんな言ってくれるの。私の配信の乙女シルクとか猫たちを見て猫飼いたくなったよっていう方が、ちょっとごめんなさい、水分補給します。こんばんは。猫耳を見たい？今日いっぱい見てくれたよね。これどうなってんだろう。本当にすごい。落ち着いちゃった2匹で、嬉しい。もともと猫好きだけど2匹は可愛いって嬉しいな。寝るみたい。今日ね、公園のお弁当が
久しぶりに出た美味しいお弁当でちょっとテンション上がった。公演前はそれじゃなくて違うものを食べてたんですけど、帰ってきてそのお弁当は食べました。でもお腹いっぱいではないので、全部食べたわけでもないので、これ大好きでこれ食べる配信終わった後にそう、今日タピオカじゃないの、私さ大好きでさ、これバック飲んじゃうの。ダメだよね、タピオカじゃないの、こっち近いうちタピオカは飲みます、絶対に。久しぶりに私的に一番大好きな新安寿が飲みたくて、飲めたらいいなって思ってる。そう、甘いコーヒーですこれ、とっても甘いそう正解、雪印。瓶、本当は瓶のさコーヒー牛乳が飲みたい、温泉とかに売ってる、あれさ最高に美味しくない？なんであんな美味しいの？温泉行った時にしかさあれ飲めないから悔しい。飲みたい、あれどっかに売ってないかな、温泉以外で。瓶なら何でも美味しい説あるよね。牛乳だって私あんま好きじゃないけど、瓶ならちょっといつもより美味しく感じれるかもしれない。あ、銭湯ってどこにあるんだ、岐阜いっぱいありそう。銭湯と温泉の違いはなんだ、ほぼ一緒。え、そう、自販機で買いたい。フルーツ牛乳私飲んだことないかも。飲むなら絶対コーヒー牛乳一択なのででもお風呂上がりなら実際さ何飲んでも美味しいんだろうな。え、サウナも行きたい、サウナ行ってない、去年から三男にハマったらやばそうだな週何日かで行っちゃいそう一人サウナはできないので、お家で湯船に浸かって汗をいっぱいかいてます。昨日もそう、いつもそう。ちょっと耳立ってる、いつもより乙女ごめん。でもサウナやっぱ売ってるんだ。サウナ行きたい。実家帰った時に行きたいな。やっぱまず温泉といったらやっぱ神奈川箱根があるじゃないですか。行きたいな。行けそう。でも岐阜も行きたいんだよね。温泉、サウナ。すご、サウナ売ってるってすご。最近じゃない？それも昔だったら絶対ないじゃん。わあ、岩盤浴も行きたい。なんかすごくない？この顔。あ、ゲロ温泉行きたい。ケイト、ありがとうございます。箱根いいなぁ、行きたいなぁ。確かに公演終わり行ったら最高すぎてもう動けなくなりそう自分家のお風呂、湯船でもさ全然動けないのにサウナ、岩盤浴、温泉、銭湯行きたい。なんか個室のサウナとか今あるよね、多分東京とかが多いのかな。いつか行ってみたいな。よくインフルエンサーの方たちがよく YouTube とかで行ってるのを見ていいなって思いながら見てる周りをまず気にしなくていいし、一人だったり本当に仲いい人と行けるわけだから何にも心配ないじゃん。あ、名古屋にもあるんだ、
いいな。アイムロさん好きなの？え、恥ずかしい恥ずかしい。ラブリーさん興味ないかな一番来やすいラブリーさん。え、シャシャン最後までカホリン見てたね。待って、本当になんでわかるの？ちょっと待って、これから見れなくなっちゃう、佐川さんの配信。え、なんでわかんの、そんなに。え、ボール出してないよ。何、え、監視カメラついてる？録音されてる？え、タオルブンブン、ありがとうございますえ、私が投げちゃったからかな。え、なんで知ってるのみんななんでかだけ教えてほしい。え、今まで絶対バレてないのに。で、モニタリング的なカメラ怖っ。家はさすがにないね。もしあるとしたら事務所とかレッスン場だよね。あ、100位以内にいたってこと？カブトムシのアバターがバッチリ。うわ、はず、恥ずかしいやん、ほんとにやば、会えないからもうショールームで見ることしかできないんですよ、私は。みんなと違って公園も行けない。まあ行けるんだけど、ちょっと頻繁に行きすぎてケイト、ありがとうございますだからアバターとか名前変えるメンバーがいるのか。いいや、私は変えないでこのままでいきますあ、ランキング画面見た時最後言ってたんだ。確かにアバター目立つね、カブトムシの着ぐるみ着たハッピー。100位内に簡単に入れちゃうんだ。そういうことね。まあいいや見られたことに対して嫌だとかじゃなくて、シンプルになんで気づいたのか知りたくてこんな聞いちゃった、ごめんねすごっ、そういうことか。じゃあ本人も私が見てたってことは知ってる、バレてるってこと？バラありがとうございますあ、バレてるのうん、次いつ入ろうかな、今月会えるといいな何でかな。里川さんはもうここ数日はずっと忙しいらしいですね。スレッズのスケジュール見たらびっくりしちゃった。ほぼずっと何か動いてて、リリースイベントだったり公演だったりラジオだったり、すごいいいな、会いたいそっちって感じだよね。ハートありがとうございます。活動したいな、一緒に。朝早いみたいだなって、なんか去年の好きになっちゃったのシングルもだっけ、リリースイベントが結構いろいろ動いてますよね。今回もすごい多く感じてていいな。でも今回はリリースイベント、お渡し会とかさ、イベント系が去年が確か
川崎でやってましたっけ、確か神奈川だったのは確か、悔しかったもんだってみんなに言った。でも今回は川崎ではなかったですまた神奈川だったらより悔しかった。愛知だっけ今回、名古屋か、全部今回はソーラゾーナ川崎行きたかったな。次のシングルのことは私はもうずっと考えてて、今回のシングルもまだ現地でみんなと会えるイベントが始まってもないので、そのこともちゃんと考えてはいるんですけど、やっぱり次が勝負なんでもうずっと考えてる。そっか、次今が32枚目シングルで次が33、惜しい、ささえ、それこそシャーさんえシャーシャンじゃない、33、あれ33ちょっとね、頑張ります本当に何か何かと数字つなげるのが面白い、毎回伏線フラグ回収する待って、みんなに言いたかった、やり言ってないよね多分。そう、トーク会でいつかちょっと忘れちゃった、日程、制服プラスハテナみたいなのあるんですけど、そのハテナはこの間サンリオに行った時につけてたバツ丸くんのカチューシャをつけて参加しますって、あれ配信で言ったっけ、言ってなかったらごめんなさい、今初だしそう、ちょっとハテナだったんですけど、そこはバツ丸くんのカチューシャです、よろしくお願いします。そう、サンリオなので多分大丈夫だろうなと思ってサンリオにしました。ちょっとディズニーユニバは難しそうだと勝手に思ってるので、初めてだった、え、ごめんなさい、バツ丸くんカチューシャです、よろしくお願いします。そう、なんか学生帰り、学生時代の帰りにサンリオで遊びに来ちゃったみたいな感じのテーです、テーマですはい元々サンリオのカチューシャはつけようとしてたんだけど、サンリオ行った時にまだ、その時はまだ何のカチューシャにするか決めてなくて、だからハテナで言えなかったんです、ごめんね、松丸くんです、はい、あれその日制服だったっけ、制服だね、多分ブレザーのそっち系、ワイシャツ系の制服です、セーラーではないですそれも初出しかもごめん制服は制服でも2種類あるからさ、どっちだろうって思うよね。で、どんな感じなんだろう、まだ制服も決めてはないんですけど、詳しくはフフ学生っぽくしたいな。でもその制服カチューシャをキョッピーと一緒にやりたかったんですよ。いつかさ、キョッピーにも制服の日なかったっけ、ちょっと初出し多すぎる、本当にごめんなさい、毛すごいしごめんあれ制服あったよね、なんか見たんだよな、え、
うちわかわ×丸に変えよう。嘘、嬉しいけど前使ってたのでもいいんだよ。ハートありがとうございます。ちょっとお話ししてみよう、きょうちゃん、きょうちゃんに。寝ちゃった乙女。ハートありがとうございます。あれ、お揃い したい、あれ言ったっけ、ファンの方がもしかして伝えてくれた、ケイト、ありがとうございます。ハート、ミラボール、ありがとうございます。え、待って、スンスンを持って無言のやつを発しているよ。待って、スンスンのぬいぐるみ持ってるの？それがまず初知りなんだけど。だからなんか言ってたの、さっきコメントでみんながスンスンで代わりに愛を伝えてるよみたいな、何を言ってるんだと思って。そういうことね、持ってるんだね、スンスン。同じぬいぐるみかな、もしかして。ちょっと見てないからわかんないけど、でももう私が終わるとき終わっちゃうわ、配信あと6分。あ、持ってるんだ、すご。本当だよ、強いタンすぎる。あ、もらったんだ、お揃いだ。じゃあみんなお揃い、リカちゃん、私、ラブリンさん、キョウちゃん。ちょっと今度面白いな、劇場の椅子に座らせたい、4連、あのそれぞれのサイリウムかうちは作って持たせたい、スンスンに。絶対可愛いって、4連スンスン、1スンスン、2スンスン、3スンスン、4スンスン、可愛いやん、絶対スンスン大喜び。これからどんどんさ、スンスンファン増えそうじゃない、広まっていってるよ今。チリさんもいたらな、リーダースンスン、リーダー、ん、リーダーチュリさん、スンスンでしたね、絶対。増えそうだよね、大人気、スンスン、すごいな。かわいすぎ、どんどん推しいつか現れてほしいな。だからそろそろ栄でも名古屋でもスンスンのポップアップが来るんじゃない。みんな知り合いしかいなかったりして、ポップアップ行った時ちょっとありそう。スンスン、あ、行ってる。あと4分。どうしよう、明日から雨だよね。あ、今日から雨か。雨が続く、どこにも行けない、最悪だ。こんばんは、こんばんは、ご縁ありがとうございました、こちらこそ、また来てね。ケイト、ありがとうございます。帰りは小雨でした、1週間雨続くよって言われて、本当に。でもさ、季節が変わる時って雨降るって言うよね、1週間ぐらい。やっぱもう春になるだね。
もう寒すぎるっていう感覚ないもんな。春なんだろうな。朝大雨だったな。え、平日の大雨って一番さ嫌だよね。通勤ラッシュの時の雨、電車とかさ蒸れて、電車の窓がさなんか曇る感じ、私苦手すぎて。あれが時間ずらせるならずらすもん絶対に。で傘で濡れたり、嫌だよね。みんなよく頑張ってる本当に。通勤ラッシュって大変。あ、でも今週寒いんだ。気をつけてねみんな、本当に風邪流行ってるので。私は絶対に元気だし、元気でいないといけないので大丈夫です。乙女からもパワーをだってもらいます。乙女ちゃん聞こえた声、まんまるじゃん。あなた本当かわいいね乙女。まんまるちゃん、まんまるちゃん、やば、マート1分もない、ごめんなさい。1位ハッピーさん、2位カレーのアバターさん、3位バチマルくん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位猫ちゃん、8位カエルちゃん、9位ハッピーさん、10位ハッピーさん、11位サさん、12位クマちゃん、13位ダルマのアバターさん、ありがとうございました。ごめんね、おやすみなさい、ゆっくり休んでください。